天暦92年4月手応え。待て、武士の様子がおかしいぞ。おい、砲塔がこっちを向いてるぞ。うわっ、何しやがる。ブリッジ応答しろ。味方機を攻撃するなんてどういうつもりだ。応答がない。敵に乗っ取られたのか。この短時間にか。そんなバカな。何にせよ俺たちを攻撃していることは事実だ。このままじゃやら。待てグリック、これ以上攻撃したら本当に撃沈させてしまうぞ。ああ、物資からの攻撃もやんだようだな。しかしどういうことだ。見ろ、スプリガンが。誰だ、スプリガンに乗っているのは。何をする気だ。やめろ、マービー隊員。マービー隊員、あれに乗ってるのはマービー隊員なんか。おー、アーガス艦長。この威力はバニシングバスターを使ったのか。マービー隊員、どうするつもりだ。貴様はこんなことをしてただで済むと思ってるのか。何考えてんですか隊員。亡命でもする気ですか。今にわかるさ。いや、お前らはここで死ぬから関係ないかな。なんだと、本気か。グレッグ、構うな。スプリガンを捕獲できないなら破壊しても構わないとの命令が出た。奴をやるぞ。マービー隊、今ならまだ間に合います。投降してください。おいおい、何が間に合うんだ。調整だとは聞いていたが、ここまでひどいとはな。撤退するぞ。了解。待て、
この機体が完全に仕上がったら相手になってやる。奴らどこに逃げるつもりだ。あっちはパボニス基地じゃないか。ああ、これじゃ袋のネズミだ。いや、待て、基地から砲撃だ。電気回避。火星政府？そうだ、つい2時間前火星連合政府が設立されたそうだ。何ですかそれは。手っ取り早く言えば、地球上の国同士の争いを火星に持ち込まれるのは真っ平だと火星の住民たちが団結したわけだ。それだけのことで。まあ他にも原因がある。地球側が火星に対して予定していた移民計画、あれに相当無理があるらしい。それを地球側はかなり強引に決めてしまったんだな。それで A 国なり S 国なりの火星側にはかなり不満が残っていたということだ。そこへ今回の両国の戦争騒ぎか。火星の住民は人種や国にほとんどこだわらないって聞いたことがあります。それなのに地球側からお前ら戦争しろって言われたって。火星生まれ。そうか、エメラルド正体のあの3人は確か火星生まれだったよな。まあいい。とにかく今回の戦争は A 国対 S 国ではなく地球対火星になるかもしれんということだ。それから我々には地球の衛星軌道まで交代せよとの命令が出た。この艦はこれより地球へ向かう。くそ、火星に着いたばっかりだってのに。艦長、後方から火星政府ものらしき艦が接近中です。なんだと。加速して振り切れ。この艦ならできるはずだ。無理です。これ以上加速すると燃料切れで地球へ戻れません。加速後に進路を変えて放慢軌道に乗れんのか。可能ですが、その場合は地球到達まで半年かかることになります。酸素も食料も足りません。火星での補給を当てにしていたからか。なんてことだ。艦長、後方からアームドアーマーらしき物体が接近中です。前方の小惑星群に突入するぞ。あの中で敵を迎え撃つ。こんな空域になんで石ころがあるんだ。イカロス小惑星群だ。水星軌道付近から火星軌道までを楕円で回るやつだよ。